はい、こんばんは、島津です。アローン・イン・ザ・ダーク。続きからやっていきたいと思います。えっと、石油採掘所の裏世界からね、帰ってきたところで終わりましたね。結局のところ、そこにはね、ジェレミーはいなくて、代わりに、ジェレミーの荷物と、あと、ロッティでしたっけ看護師さん。ロッティの、あ、ロッティと会いました。 そこで、どうやら、えー、っと、ジェレミーはね、呪いにかかってるっていう情報も聞けましたね。で、えー、ジェレミーのカバンからは2つ出てきたんか。パレットナイフとシッティングルームの鍵。これらがね、使える部屋を探していきましょう。あと、そうこれ、ショットガンのやつなんだけど、手に入れる方法あれだったあのね、まあ、あ多分動画内では説明してると思うんだけど、これか。 迷いし子っていうね、景品を三つ集めないといけない。そうすればキャビネットが開くみたい。まあ、割れよってね、言いたいんですけどね。<laughs> 割らずにね、あの、これでしか開けることができないみたいです。えっと、あと一つはなんかチョーカーっぽいよね。首輪ペットの首輪なのかもしれない。これさえ解放すればショットガンが手に入るから、まあ、戦闘がかなり楽になるはず。はい。 それじゃあ再開していきましょう。とりあえず、シッティングルームっていうのは、1階ではなさそうね。これ2階、あ、2階見れるわ。あ、あった。シッティングルーム。2階に行きましょうか。 開きましたここね。ここの部屋の鍵だったみたい。で、シッティングルームって何分かってないんですよね。えー、っと、地球儀。地球儀があります。ここから入れる部屋はトイレ、カサンドラの部屋、グレイスの部屋。えー、っと、まあ、ここはなんもなくて。 入れるあ、いけたあ、グレイスいた 何か、書いているのか特に何も暇なの。どこかであったかあなた知ってるわ、カンビーさん。どこで触らないで。カサンドラが嫌がる。そういうの嫌いだから。彼女はどこだしゃべる気はないわ、悲しくなる。それに。 聖ヨハネの前夜祭の後てページに書かれてるの。地中で眠る多くの者たちはその目を覚ます。そして永遠の命を得る者もいるし、またある者は永遠の屈辱と軽蔑を得るのよ。なるほど。私は行くわ、もういいなら。 同じ場所にずっといるののは嫌なのマッカーフィーさんに見つかるから。まあ彼は嫌いかみんなが救われるべきではないわ、カーンビーさん。そろそろ理解するべきよ。マッカーフィーあの少女になぜ見覚えがあったのか。 カーンビー探偵は思い出せずにいた彼のここ数年の記憶は酒に溺れて定かではない話された内容からすればグレイスが怒るのは当然のことだけれどそういう性格ではなかった逆に面白がったああ弁護士かうん酒びたりの弁護士。 ここでカサンドラ・ボーリガードが死んだのか。なぜか数年前に死んだと思ってた。え待て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 、どういうことちょっと待って、情報整理しようか。なくなったみたいな言い方はされてなかったよね。どっか取り逃したあ見て見て見て。そう、アプデが入ったんですよ。文章が翻訳されてる。 どういうことですかね亡くなったって言葉は聞いてない気がするんだけどまあカサンドラはね亡くなったみたいねこの屋敷でちょっと待ってこれ見ればわかるあなたの薬ボーリガードさん今日あなたの薬を郵便局で拾いました知っての通り投薬はあなたの安全のため職員によって行われる必要があります 箱はロティの部屋に移動しました。彼女ならあなたを見つけてくれるでしょう。ウェイツ薬を捨てたってことですかねそれともたまたま落としたかあ、これだ。えっ、ー、と、あ、違う、キーアイテムか。塗装薬。マーグレイブ塗装薬。塗布薬か。ごめんなさい。えー、っと、カサンドラ・ボーリーガードに処方された薬のうちの一つ。この瓶は有名な レシピの4代目として売られており痛みを軽減する軟膏が入っているあれだ脊椎の痛みをうん和らげる薬だと思うんだけどあ見てあった石板また変な軟禁状だうーんとヒントあるかね鍵の開け方を特定する

あ、でも、グレイスはここにはいないねここはあの子供の部屋だななんで彼女に既視感を覚えどっかで会ってるんでしょうねえー、ちょっとしたお願い心配しないで、グレイス遊んでらっしゃい大騒ぎしてくるのよ羨ましがったりしないわ仮面舞踏会はまだあるからでも 前夜祭のマスクの完成させてくれると嬉しいわ愛を込めてルースより薬瓶には腐敗物のシミがついているシミを見る限りもっと大きな形の一部のようだ正しい順番に並べる必要があるでも何のためにでルースはこの子だよねルースタラント 自由奔放なうん女性ですうん女性ですね <laughs> これは違うなんでもないか<ー>ジャック・イン・ザ・ボックス そろそろね、どこかは揃いそうだね。ここはこれだけ。つまり、この地球儀のやつ、パレットナイフ違うか。あそこだ、あそこだ、思い出した。あのね、ロッティの、ロッティか、ロッティの部屋に薬箱があるんですよ。そこ行け、つってるわ。 ロッティの部屋は、ここだ。ほら、薬箱があるの。で、開くかね、パレットナイフで。開かない。これを開ける必要がある。なんかあったっけ、パレットナイフ使える場所。あ、これだ、これだ。かないこの。これを押すんだ。ほら。うまくいったぞ。 分かったここはえー、っとドローイングルーム、えー、バローレンズ説明書バローレンズ説明望遠鏡の倍率を2倍にするにはこのバローレンズを器具にはめればいい調節器を操作してレンズの間隔を調節これは節眼レンズを覗き込んでいる時なら容易に可能だ 単純にクリアで平らに見える場所を探せちゃんと調節すれば望遠鏡の視界が高い倍率でクリアになる。あった。ただレンズがないんで、ね、う,うんレンズがないから無理。貯蔵室の鍵。きたきたきた、バルブ手に入るかも。 あチョーカー来た。犬の首や。OK、これで解放だ。えー、セットボーナステキストを表示。迷い思考恐怖の地を孤独で迷い歩く。自分が知る者も,も、信頼する者も,もいないとき、あなたは最悪に備える。何かが向かってきていて、あなたは身構える必要があります。客間の銃を取ってください。 彼らを地獄に叩き落とすすんですありがとううんーもうないねここはこれでとりあえず終わりでさあ開いてるか開いてるーやったーショットガンゲットこいいいつはいいなオッケー やっぱね水平2連とね垂直2連はねロマンがありますよね味がある相談数には <laughs> 難ありですけど<ん>待って鍵閉まってんだけどんなんでおお煙出てるあれ火事変わったマジか おあダメだ,だった痛いつい死ぬ死ぬバカボケあ死ぬ死ぬ死ぬバんだあやばいちょっと待って初めて死んだんだけどあの逃げられそうだったから逃げようとしたんだけどねあの詰まっちゃった詰まって抜け出せんかった 待って、あのショットガンねどう打ちしてもワンパンではないよみんな <laughs> ちゃんとやっぱ頭狙わないとダメっぽいねくそっいよ痛いほらやっぱねあのみんなワンパンじゃないよ危ない危ない痛いねやっ。 ちょっと待って,て、たまたまだ。いや、待て待て待て。い,たいたったいったぽい,いたったぽい。ちょっと待て、ショットガンそんな強くないぞ。<laughs> ショットガンそんな強くないぞ。10よりかは強いと思うけど、ショットガンの弾きた。 想定してるよりかね、強くない。やばいって死ぬって。回復薬もないぞ。ま、飲もうかも。ピッケル来た。ピッケル強そうね。今奥に回復薬あればいいんだけどね。どうだはい。あ、違う。これ。 うーん。いないお,お。裏にいかんから異常なし。でも待って。危ない危ないそこ。えっ、ー、と、スイッチ。キーアイテム。スイッチ。ヒューズボックスについてる。えっ、ー、と、電源回路のブレーカー。待ってね。バルブあった。まずはヒューズの場所を探さんとね。えっ、ー、と。 あ,あ、そうだ、ライト。ケーブルに沿っていくと、そっちか。そっちいや、違う。うん。とりあえず、向こうっぽいね。どうだあれ、違う。中っぽい。これだ。うん、ちょっと道具。 止まったうまくいったぞ。止まったけどめっちゃんこくらい。いや、これこれきつくね。今なんかアイテム取れんかった気のせい。かまずいね。えっ、ー、と、奥になんかあるなんもない。じゃあバルブ取って。OK。地下全体が暗くなってるっぽい。 どうだなんか今投げるもんなかったはでこれしゃべる。いや、ピッケルの方がいいわ。来いよ。ほら。あー、なんか新種いる。ほら。いや、新種ではなかった。ちょっと、どうにかワンパンでやれないかね。無理か。暗い。 死ぬ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 。じーあで、うん、痛い死ぬ、うん、待て待て死んだうん体力管理が難しいきついね <laughs> この暗闇での戦闘はマジできつい近接の方も今23発空ぶってたし しゃべるを消費してって感じがいいかなちょっと待ってはいよ <laughs> いいぞよいしょ殴 <laughs> った殴れいったいった AGP がきついよいしょ まあ、銃で2発撃って頭殴るっていうのが、なんかちょうどいいね。裏世界じゃないよね。裏世界か、これ。どうだあ、いた。このままボイラーのとこ行くのはいはい。差し込み口から漏れてるんだね。 どこに刺したバルブちょっと待ってここかオッケー通過できるようになったけどああんか道があるわここなんだっけいやーこれぞねサバイバルホラーですよね <laughs> この暗闇の閉鎖空間がもう怖くて怖くてたまんないけどジュレ誰ジェルミーおジェルミーいたよみんな 本当にジェレミーかちょっと待って。えー、っと、武器関連はない。ジェレミー本当に。お何が起こっんだ消えた。まってすげえボロボロなんだけど。カーンビーさんめちゃんこボロボロ。 やったー、プレート来た。あ、だ、ここに捨ててたんだよね。そこのボイラーのプレート。こっから投げたってこといや、でも、ここは人が出入りできる隙間はないよね。でも確かグレースの証言だと、なんか隙間からどっかの部屋、あ、ボイラーの奥の部屋に投げたみたいな言い方してましたよね。それがこれなんだよね。 どこどこあるか腐敗物。これは頭。ありがていショットガン。もうないか、ないか。えっ、ー、と、それじゃあ、つけましょうか。あここもう一つ必要なんだ。ないな。あとはカサンドラのとこだ。 あそこの謎さえ解ければ OK なんだけど入れれるるあ、閉められてるそれはカウンビーが今までに見た古いボイラーと何一つ変わらないように見えた横についている装飾用のプレートは明らかに設置された後に付け加えられていた彼はジャクソンさんのところで見た儀式用の台を思い出した。 同じようなものなら別の世界への扉を開けるかもしれないあとは壊れたプレートのパーツを探し出す必要がありそうだある場所はわかってるんですよあとは薬瓶をどう開けるかでとりあえず2階かな2階の固定されてるところを開けるうんここ開かない うまくいったぞいたで、この先はドクター・グレイのアパート <noise> うーんとメザニンってどこだよく分かんないとこがうんありますメザニンに行ってみようか カンビタンビー探偵あえて光栄よさあお飲み物何があった爆撃されたみたいだ <laughs> 精神病院へようこそどうも 天井が落ちたのか屋根裏の何かが原因ね起こるべきことが起こらなかったのよここまでひどいことになるなんて想像もしてなかったわ実を言うとなぜこうなっているのか分かりませんのでもジェレミーなら知ってるかも彼はどこにいるさあ過去のどこかにいるんだと思うわ 彼はずっと謎に包まれた暗きもののことを考えてる彼から隠れてるんだと思うわもしくは一緒とかわからないけどね君はこの状況を気にしていないみたいだ気にならないわこの部屋を見てちょうだいとてもぐちゃぐちゃに思えるかもしれないけれど私はこれが本来の姿なんだと思うわ <laughs> この場所の状況は頭のおかしな人たちにはお似合いね。ジェレミーの戯言とも同じようなものよ。私はようやくこの混沌がみんなの本性と合わさったのだと感じたわ。まあ、いい夜を過ごせているようだな。この状況を改善する。ジェレミーのことだ。この部屋は僕の手に負えない。<laughs> お気をつけて。 ままたお会いしましょうねまあじゃあまたルースの扱いは難しかった彼女のジェレミーや暗き者についての話を聞く限りだと何か重要な情報を握っている気がしたしかしこれ以上情報を得られる気はしなかった ルースは詳しそうだかんね。今後どうにかして打ち解けて情報を何か聞ければいいですけどね。ほら、話すマークは出てる。ただ今は無理ってことだよね。ちょっと回復薬ないマジで <laughs>。マジで回復薬ない系。あドクターグレイのアパートには入れないか。こっちは 開いた吹き抜けおおこれ下ろした方がいいでしょすげえ不安定だよえっと吹き抜けからねあ上いける屋根裏屋根裏をチェックしましょうかうんと水漏れ起こしてんねあー来た来た回復薬来た いや少ないってもうちょっとちょうだい誰かいるぞあ開かない開かない屋根裏誰か今暴れてた屋根裏は後から来るっぽいね待て落とせる無理か下に行こうこのまま下のグラントパーラーに来た 開かない鍵が必要だボス戦とかなんないよねいやなりそうだなこれ世界が変わってボス戦ありえそうあ、もうなんとこうか、うんうん、グランドピアノっぽいね、うん、えー、っとあ来た薬箱の鍵来ましたどうだ 裏世界になる心配はなさそう,、まあ、うんと食堂また広がる腐敗物だなこれは悪の本質凡用な悪についてそこにあるのは美徳と無自覚な傲慢 無邪気な明るい無関心かつて私たちは獣だった科学はそう言うかもしれないだがそこに罪深き悪人はなくただあなたが笑って立つ善意についてはさておきそこで私たちは誇りを築き日は差さず孤独とも。 この危うい光を追うなかれ自信に満ちた預言者はいずれ墜落する定め友よこの傷は皆の中にだからとどまらねば一人暗闇の中」。 OK、来た。えー、っと、ロッティはこっちだよね。あった。これで薬が手に入る。えー、ドクター・ジェンキンスの、んドクター・ジェンキンス・のど飴カサンドラ・ボーリー・ガードに処方された薬のうちの一つ、えー。この瓶には、のどの痛みを軽減する 2種類のビタミンを含む錠剤,を錠剤が入っている、うん、これで4つ揃いましたあとは待ってねボトルは回すことできますねつまりまずは、えー、この腐敗物の位置を確認してこれがね多分ねこうだで こうだこうだね「不敗物は蛇を形作った」「ここで何か重要なものが見つけられそうだ」「おそらくラベルの番号に関係してるんだろう」「ラベルの番号だから257」25ですかねそれでその257を、えー、解読するとどれだっけこれかはい分かった うん。えっと、まずに。まずね、二がね。これ。で、五が。五が。これ。あ違う違う五がね。ちょっと待って。五がこれ。で、七が。これ。あいた。きた、最後の一つ。これで。 まだ新たな裏世界に飛べますね。ただ敵も出てくるでしょうおそらく。どうだいや、変化が、変化はない。よし。えー、揃いました。あ、これね、乗ってる乗ってる。微暴録に乗ってるわ。あー、どれだっけ ちょっと物が多くなってきたね、これか。美貌録のね、ここだ。うーんと、右上かな。太陽が、うん、上に来て、下に町、町並みがある。だから、うん、合ってんね。えーっと、まずだから太陽は上に来ないといけんくて、これちょっとね、骨が折れますね。 おお、近くなってきた。来たえ、どうした大丈夫かえっ、ー、と、眉毛の番号を探す。あ、なんか分かるかも。うん。来た。えー、っと、待ってね。ちっちゃい方からだよね。5、7、9。 五七九です。え、なら、えっ、ー、と、待ってね。最後が九でしょ。う。ここね、いまだに合わせ方が分かってないんだよね <laughs>。来た。クガラスが他の部屋を見せている。ジェレミーの記憶の手がかりのはずだ。上流種かなんかだね。あのね。 魔よけの操作設定のやり方、ようやく理解した。これほら、矢印あるじゃないですか。各動かせる部分をその、その矢印に揃えるだけでいいんですよ。刻まれた番号をね。今、ようやく理解した。で、上流室は、こっちだよね。待って、ろうそくなんて灯してあったっけなかったよね。ほら、変わってる。 こここはどこだ？次はやっぱりなうまくいったどんどん上達してるなカーンビーちょっと凄す,すぎるかもな水浸しの墓地の不快な悪臭に彼は驚いたカーンビー探偵はそのような情報からこの場所は現実のものではないと思った ジェレミーのボロボロの記憶によって縫い合わされた悪夢に違いないだから俺たちは地底には埋めないんだと彼は思ったそしてジェレミーが言っていたチャペルを探すことにしたチャペルの話してたねここかここの一番下のえっ、ー、とその上にそびえ立つチャペルが君の墓石となるだろう君が眠り俺が涙を流す場所だ だから、ここにも立ち寄ってる可能性がありますね。ジェレミーは。で、何かしらの、うん、また情報を得られるかもしれないんですけど、本日はね、ここまでにしておきたいと思います。今回ね、新しい武器として、水星、水星じゃなかった、水平の2連ショットガンをね、手に入れました。ただね、威力に関しては、そこまで高くないなっていう印象を受けました。 その代わり、あの、敵をね、まとめて攻撃できる範囲攻撃には優れてると思うんで、ま、うまい具合にね、このレティクルの中に収めてね、複数人にダメージは与えたいですね。次回はこのチャペルから始めていきたいと思います。よろしかったらね、まだまだ続くと思うんで、ぜひとも見てやってください。それでは、島津のアローンインザダークになりました。失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、 高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。